いわゆる静電気クラゲの実験といいますか、ちょっとしたお遊びです。こうやってスズランテープですね。スズランテープをだいたい同じくらいの長さになるように真ん中で結びます。あとはここのテープそのものをですね、細かく裂くということですね。これヘアブラシなんですけども、ね、ヘアブラシ使うと割とこの作業が楽になります。もう静電気が起こってます。広がる感じがしますね。ブラシで裂きにくいところは手で細かくすればいいですね。静電気を使う実験なんで、空気ができるだけ乾燥した冬場が向いてますね。あと屋内なんかでやるときはですね、エアコンでこう風が起こってしまうとうまくコントロールができないので、エアコンを切った状態でやる方がいいと思います。広がってます。あとはあの風船でですね、風船ですね、電気を結ぶ風船を